はい、どうもこんばんは、マキリです。はい、皆さん、毎度お気にクロちゃんです。クロちゃんの TV、見てる。始めるよみたいな感じでしょ。みたいな感じです。ワーチルです。ワーチルです。はい、ということでね、ドイツのハイタッチ会、行ってきました。楽しかったー。いや、今回ね、ハイタッチ会に参加させてもらったんですけど、まず、誰とハイタッチしたか。じゃあ、僕から言っていいですか。あ、どうぞどうぞ。僕はモモリン、サナ、そしてミナ、あと、ジヒロと。僕はですね、おもちゃん、ななちゃん、りなちゃん、りひょちゃん、一緒。僕もでしょ。一緒。チェヨンちゃん、ダヒョンちゃん。めっちゃ行くやん。出させていただきました。で、ちょっとね、日本人メンバー後でいいですか？後にしましょう。後にしましょう。後にしましょう。いや、まずはですね、じゃあ自分言うんですけど、ダヒョンちゃん。ダヒョンちゃん、本当に可愛い。顔。僕も言ってはないんですけど、チラッと見たらやっぱ真っ白ですね。そう。で、しかも黒髪。黒髪。で、ロングだったんで、今回。なんかもう明るい色のイメージが強いんですよ。ああ、強いね。ダヒョンちゃんって。もうこれもダヒョンちゃん。あんまり黒髪のイメージないですよね。ない。でも、すっごい可愛かったです。黒髪がすごい似合うなと思って。あ、ほんと。で、一応自分が話した内容は、もう行って、もう全然喋れないんですよ。ハイタッチ書いてね。行った人はわかるし、行ってない人には一応伝えますけど、本当に一瞬です。ひとまず自分行って、トゥブーって言って、どんな感じだったんだろう。そしたら、ああ、ありがとうございます。楽しんでるね。楽しんでますよ。トゥーブって感じだった？もうトゥーブでしたね。で、次はですね、チェヨンちゃん行きましょう。うん。チェヨンちゃんは本当に普通に、あにゃせよーって言って行きました。おっ。こんにちはーって言ったら、あにゃせよーって。おー。しっかり返して。いや、本当にそれぐらいの時間なんですよ。会話というか、挨拶やもん。挨拶をしに行く。でも次、ジヒョちゃん。一緒に行きましたね。一緒に行きましたから。じゃあ、僕、感想いいですか？大丈夫、どうぞ。ジヒョは僕も、まあ、何回も会ったことあるっちゃ、あるんですけど、今回は、髪明るいなっていう。そう思ったよね。そう。で、二人で言いましたもん。髪明るっ。あれ明るいね。めちゃ明るい。あれやねみたいな感じ。そうそう。初めて見たような感じ。確かに。なんかすごい大人なイメージだったけど、なんか本当に髪色だけで言っちゃうんですけど、マグナっていうようなイメージがプラスされたような。よかったね。感じがしました。じゃあ。日本人メンバーいっちゃう。日本人メンバー、うわぁ、もう話したんでしゃないよ。もう話したんでしゃない。もう正直、僕はマーキュリーと一緒に行ってたんで、マーキュリーがなんでこんだけ興奮してるか知ってるんですよ。もうね、自分に聞こえちゃうぐらい今日は幸せな彼の姿があったんで。いいよ。自慢だよ。やっちゃえよ。もう言っちゃう。あれ、あれ言っちゃう。じゃあまずはですね、サラちゃん。サラちゃんなんですけど、まあ自分1回目行って、まあいつも通りね、サイン会行った後は大体自分で挨拶させて、サイン会の時に来た YouTuber ですって大体言ってる。自分ご利用もね、もうご利用し、もうそれご利用しいいと思う。それももう肩書きとして表に出してるから、もう全然いいよ。前回のミナちゃんのね、空港で会った時も YouTuber ですみたいな言って、あーって言われたから。俺の名前出したよね。ミナさんじゃない、あーって言った後に出したから。サイン会に来た YouTuber です、クロさんと。あー、ありがとう。あー、もうそれだけで嬉しいです。あ、でもね、セールギリ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 セール、何がギリギリ。これじゃ足りんなと思ってクロさん出そうとしたから。でも足りてたからまあいいかって。そうそうそう。だからもう今回サナちゃんもサイン会の時の YouTuber ですって言ったら、あーみたいな感じでした。反応してくれた。反応してくれました。まあ、サナも一緒に行ったもんね。行きましたね。逆にどんな話したんですか、一回目。サナは、とマーキュリーの前に行ったけど、サナーって言われて、みたいな、その、あのね、一回止まる、流れが止まったんだよ、クロさんで。あーというよりも、うわー、そうそうそう、一回、あー、俺、真後ろで見てた。なんか、毎回やねんけど、なんか、ゴジラが来たみたいな。来たーみたいな感じは。毎回の感じですけど。で、2回目です。自分2回行ったんですよ、サナちゃん。で、2回目。一応、もう次のカムはね。あー、そうか。決まってもね。もう行こうと思ってるんで。行く満々ですよ、皆さん。返済行きますねって言って行ったら、あー1度目、2度目。同じ。あー、だからもう、サナはやっぱりどうしても YouTuber っていうこの、やっぱ髪型も気になってたんじゃん。いや、これ、あー、そっちのあーだったんだ。ちんちゃちんちゃ。じゃあもう次、リナちゃん。輝いてた。みなちゃん今日やばかった。星空やった。もういや本当に妖精みたいな感じでしたね。終わり。いや、僕の感想。ミナは、1枚やったんですよ。あ、1枚。はいはい。ミナは1枚で、それもまあ、マーキュリーと一緒に行ったね。行ってないわ。行ってない。じゃあ行って。2枚目で行った。自分2枚目で行ったの。僕が一緒に2枚目の時に行って、あ、クロちゃーん。ぐらいの感じです。はぁ。なんか、ミナちゃんは、なんか、クロさんに対して敬語ってイメージが強い。あ、敬語です。で、また今日、あ、クロちゃんや、初めて言われたんですよ。おぉ。クロちゃんいつもありがとうございます、みたいな感じだったんですよ。本当にそんなイメージですもん、自分サイン会とか。あ、クロちゃんやーって、みたいな。あの、一つ言っていい？みんなサングラスつけて今の表情わからんかもしれんけど、横から見えた目が。ち
めっちゃ輝いてたからね。ちょ恥ずかしいな。よかったよ、サングラスつけてて。あ、ほんまやわ。めちゃめちゃ恥ずかしいとこやって。7つ上やからね。まあ僕はもうそんな感じでしたけど、どうでしたか、まあ、自分ですか、うん、まあ1回目、前のセルカ会で一緒に行った方と、うん、一緒に行きましょうって言って自分行ったんですよ、メンバーでね、そう、うん、で、自分行って、タナちゃんと一緒に前回の時の YouTuber ですよ、ゴリ押しやねー、今いいよ、もうこれ使わなあかん、いいよ、全然いいよ、使わなあかん、前回の時の YouTuber ですって言ったら、あっ、あ、マーキュリー、どういうことそれ、名前言わない、言ってない、言ってない、ほんと言ってない、言ってる、ま、まあ、みたいな言ってない、言ってない、言ってない、向こう、マーキュリー、もうその後に自分マーキリンってのに思わずマーキリン言ったとマーキリンって言ったらんで言ったねみたいな言ったねみたいなマーキリンにとっては初めての初めてですもう名指しでもう名指しで認知です完全認知や完全認知ですもう前回のあーあーああいらっしゃってましたねじゃないマーキリンって言われたのだからそれってもう顔で顔でこのだってこのねこの髪型でもうよく分かったなと思ったけどほんまにだから分からんけどやっぱ動画を見てる可能性はあるとあるよねと思うじゃないですか、うん、2回目一緒に行きましたね行ったね2回目また来ましたって言ったんですよ、うん、そしたらこの距離ですよ、うん、ちゃんと目を見て、うん、マーキュリーって言いましたあなたがマーキュリーですとあなたがマーキュリーですともう出てきた瞬間の自分の顔見ましたもんいや見たもんめちゃめちゃ幸せやったもんでもすごいと思ったんが、マーキュリーがいて、あ、マーキュリーやって僕見たんですよ、目の前。はいはいはい。あ、もうマーキュリー覚えてもらってるやん。で、プラスこっち来た時に、あ、クロちゃんや。だから、マーキュリー来て、はい、あ、クロちゃんや、やったと思うんですよ。あー。でもそこでこう、また、あ、マーキュリー覚えて、じゃあクロちゃんも覚えて、なんかすごいなと思って。レスポンス早かったですよね。うん、素晴らしいなと思って。めっちゃ嬉しいっす。嬉しいもん。おっさん二人で、イエーイ みなちゃんもやばかったですね、ちょっとね。めっちゃ心惹かれた。じゃあ本題。じゃあお二人の推しですよその名はおぉよかったね可愛かったね黒髪の、ね、そう、うん、よかった先行きましょう僕からじゃあまあ僕もいつも通りなんですけどおもりんとあー黒ちゃんみたいなで、まあ2回目もいつも通りそうじゃあまだサイン会も行くからねとか、はいはいはい、何が欲しいのとかはいはいはい、はい、僕はもう目1個やと思ってるんで感覚的にはね好きなアイドルとかいうよりも何が欲しいとかはいはいはいまた行くからね応援してくからね、はいはいはい、みたいなのを3、4回続けて、はい、まあ僕はいつも通り、はい、優しくしていただいてお幸せになりました。ああもうという感じでした。ああもう最高ですね。はい。もう自分見てましたから。ああそうですか。ああもういつもの感じだって。一緒に行ってたもんね。一緒に行って、ね、先に黒さんが入って、うん、あいつもの感じだいいなと思って、うん、で自分入ったんですよね。一、うん、回目いつも通りですよ。いつも通り。前回の YouTuber で。おりおしやねー。言うよー。もう言わんぜい。そんな全然ね。ちゃんと言っとったやろ。全然ちゃんと言ってたもん、ね。それも聞かれてるから。ちょっと恥ずかしいと思うけど、もう出さんといかんの。前回の YouTuber ですって言ったら。マーキリーかぁーいや、聞いてたよだってもう、マーキリーって言われた瞬間クロさんもうブースから出ようとしたしそう、俺は見てて、マーキリーを見てて多分はいはいちょっと見て、マーキリーどんな意味なんだろうと思ったら YouTuber ですマーキリーしっかり言ったと思って、俺ももう二人してえぇーって本当にブース内で二人でうわーって言ったよな、みたいな言ったよ、うわーちっちゃうんだよやばかったね、一回目やばかったね一回目やばかったですもんでもそこでもうマーキの興奮が止まらんもう止まらん止まらん終わってから行くとこ、またもう一回帰るとこあるじゃないですか、はいはいはい、そこで多分ね、その興奮してる時に、はい、ファンの人に声かけられてもマーキ多分無視してたもん、はい、あ、ほんとごめんなさい、ごめんなさいそれは本当に興奮しすぎて全然記憶ないもんだからみんな声かけられても大体答えてると思ってるからまあそんぐらいマークにとってはもうやばいすごかったと思う俺あれは感動でしたねいやもう感動したもん俺も、うん、すごかったです、うん、で今回自分、まあ、前回の動画でも言ったんですけど5回行かせてもらったんですよ2回目は、うん、なんでマーキリーって分かったんだろう動画見てるしかないかなと、ね、確かに思ったんですよで動画見たんかなと思って気になりすぎて動画見たんですかって聞きました、うん、本当やった動画見てます見たよと。だからおそらく、みなちゃんとかと見てるんですよ。そうだね。予想では、多分、単独で見るというよりも、メンバーで見てる。メンバーでちょろっと、あ、この人が、あの、マーキリーや、というような話をしたのかもしれないね。可能性あります。うん、なんか、みなちゃんも、マーキリーって言った時に嬉しそうでしたもん。思い出したみたいな。思い出したマーキリーみたいな。ここまで来てたやつ。ここまで来てたお前がマーキリーかみたいな。はい、そうです。もう、ももちゃんはもう、スッって出ましたもんね。マーキリー。まあ、それ自分の。はい、ってのは分かってるだろうね。僕は見てます。動画見てんのってそれなんだよ怖いんだよTWICEの「ももちゃん」みたいな動画やったら全然ね、はい、いいんやけどマーキ
いや、いろんな動画があるから、ね、問題作がちょこちょこあるんですよ。言わないですけど、気になるなら探してほしい。問題作がちょこちょこある。7年もやっててね。まあ、いろいろ思い出も詰まってるしね。まあ、思い出も詰まってるんで、ちょっと怖いところであるんですけど、まあ、めちゃくちゃ嬉しかったです。自分の動画を見てくれたら、それ嬉しいよ。クリエイターとしては作品見られるってめちゃ嬉しいじゃないですか。欲しいね。絶対下ネタ言われへん。もうなしやね、もうそう。もう言えへん。だから今日はもう、マーキュリーにとっても、命日ならぬ記念日。もう記念日やね。やっぱ覚えてもらうっていうのは一つこう、なんとして、こうなったらいいなーってやっぱ思うとこあったじゃないですか。幸せやね。一つあれなんですけど、まだこれ、2回目の話なんですけど。まだあんの？まだあるよ。はぁ、聞かして。さらって3回目言いますよ。うん、3回目は、行きましたって言ったら、うん、あーって。クールダウン、クールダウン、一回クールダウンお互いクールダウンで、一回ね、本当にクールダウンして4回目です。これ伝説の4回目。一応自分稽古を出演させていただくんですよ。ありがとうございます。があるうちの2日間自分ファンミーティングさせてもらうんですけど、うん、そのうち最終日、高橋さんと同じ日に自分ファンミーティングがあるんですよ。まあ、会場はコンサートブースとコンベンションルームで、全然場所が違うんですよ。コンサートでTWICEさんやってて、で、コンベンションで自分がファンミーティングやってる。うん、で、まあ、その稽古出ますっていうね、伝えたいと思って、僕も稽古出演しますって言ったと。言いました。え？どういうこと？え？え？本当ですか？あなた誰？本当に、え？どういうことって本当にずっと言われて。驚いてたんや。しかも、その時間帯がちょうど、複数枚持ってる人と1枚ずつ持ってる人と分かれてたんですよ。あー、だから後ろがいないんや。そう。うん、で、自分1枚ずつの方の後ろだったんで、1回時間が空いたんですよ。次の人にするのに。はいはいはい。そう、複数枚の人ってなるときに。の時に時間が空いたから、もう本当にハイタッチしながら言うじゃないですか。え？どういうこと？本当？って言いながら、追ってるんですよ、自分のこと。あー、だってもう後ろもいないし、気になるし、ブース出るギリギリまで、本当ですか、え、どういうことですかみたいな。それデートやでしょ。確かに、うん、あれはもう過去最高に長いハイタッチ会でしたね。あー、すごいね。まあ、偶然もあるしね。そう、偶然も重なり、内容も内容で、え、どういうことですか、みたいな。気になってるもん。ももちゃんずっと、みたいな。でも自分、あ、YouTuber の枠でっつって最後ブースで、YouTuber の枠でっつってこう出てたから。だから、小森の中では、え、ステージに立つのいろんなこと考えてる。そう。え、この人歌うのみたいな感じだよ。ほんとに。だからこの頭にしてるのみたいな。まあ、それ4回目伝える。4回目伝える。いいですね。濃いですね。濃い4回目でしたね。でも、最後一緒に来ましたね。行ったね。最後の最後だったね。最後の最後一緒に行って、もうほぼほぼ2人で入ったような感じでしたね。うん。入って、最後挨拶しに行こうと。挨拶しに行こうと。もうこれが最後やからって2人で言って。僕は多分最初に行って、ポリーンと、あーって、これから、マークリーと俺もよろしくねー、みたいなね。でも、前回のそのね、抵抗のことで、ちょっと頭ごっちゃなってるかなと思って、コンサートじゃなくてコンベンションルームねーって言って、そしたら、あーって言われてました。あ、そういうことねーみたいな感じで。だいぶ楽しんでますね。めっちゃ楽しんだよ、今日。いや、本当に幸せだった。いや、おめでとうございます、もう。ありがとうございます。なんか、オタクとして一つこう、目標というかね。目標こう、なんか一個ハードル。ちょっとでも早いで。確かに。1年経ってないもん。セルカ取って、確かに。覚えられて、僕はね、頑張ってきたわけですよ、マイケルさん。はいはい。正座した方がいい。デビュー前から応援させていただいて、ここまでね、一生懸命頑張ってきた中で、そりゃ、いろいろ苦難もありましたよ。で、マーキュリーという存在が出てきてね、僕もちょっとサポートしてあげたいなと。ということで、いろいろやってるうちになんかどんどん成長して、もうここまで来たかと。でも、純粋に僕は今日、マーキュリーの喜んでる姿見て、幸せっていいなと。やっぱりもう皆さんの幸せがね、見えるっていうのはもう僕としても嬉しいんで。嬉しかったです。これからも一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、以上がレポートの内容でした。でも本当に日本のイベントで俺こんな幸せになると思わなかった。まあね、これからも行かなあかんね。もう終わりますよ。もう頑張って、もうハイタッチでも何でも行きますよ。稼いで、トワイスに。稼ぎますか？はい、もう稼いで、稼がなあかんから。稼がな。稼いでるもの全部トワイスに。全部今のところ。全部行ってるから。もうその人生でいいと思って、全然いい。幸せだから。はい、ということで、今日の動画、ここまでです。また次の動画で会いましょう。じゃあね！じゃあねー。変ボケ。ちんちゃん、ちんちゃんボケ。マジでやべえ。ちょっとね、ちんちゃん変ボケは合ってるかどうか分からへん。